大家好，我是米娅。今天到这边，在哪里？你们知道吗？今天是怀氏亲任节，但是我今天是工作，拍 A 片的工作。嘿，我带你们去 AV 现场。对，今天是 AV 现场工作，但是平常拍的 AV 不一样。对，今天是拍女生 AV。今天有两位帅哥的男友，所以我介绍一下女生 AV 现场，然后介绍 AV 男友。好，那我们一起走吧。おはようございます。おはようございます。お願いします。好多人。今天是拍女生 AV， 但是好像连续剧的感觉，我没有拍过的那种 AV， 所以我今天有一点点紧张。拍 A 片的时候就要那个性病检查表，然后身份证，还有拍 A 片的合约书，这个三个就一定要的，然后就可以拍 A 片了，所以一点点严格的，就是 AV 女友跟 AV 男友都要的，都要三个。现在是8:41，这是 AV 的片商， AV 片商 Chill Club 的现场，就那个 AV 男友要化妆。へー、そうなんですね。多分今メイクしてると思う。会社シルクラブというですね、女性向けの AV メーカーをやっております、牧野と申します。よろしくお願いします。社長さん。社長です。社長なんですけど、まあ、監督もやりますし、こういうこともします。何でもさすがです。めっちゃ恥ずかしいです。おはようございます。まあ、挟んでみます。よかったら、チェックしてください。株式会社シルクラブの下田と申します。はい。なんか、いろいろされてます。いろいろやってます。監督以外で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、一応、全社員。二人で全社員。優秀な人材募集しておりますので、社員応募はこちらまで。就労ビザはちょっと必要かもしれない。AV ペンサーシルクラブ、自動と自社をお願いします。お願いします。わー、すごい。现场他们就准备一下，就是饮料，たくさんあります。飲みます。なんか今日張り切ってる。なんか今日張り切ってる気がする。然后拿来了麦茶，然后橘子、果汁、巧克力。还没化妆吧？昨日台本めっちゃ読んだんです。なんか台本書いてる人誰かわかんないけど、多分福本さんか牧野さんじゃないですか。めっちゃ笑った。なんか表現が。はい、恋愛シミュレーションゲームみたいな。うん。なんか、ベッドインするときに、毎回必ず、なんか日曜洋画劇場ベッドインみたいな書いてあって。
か。はい、着替えました。いつもローブに着替えるんですよ。で、だいたいローブの下穿的是这里面就没穿内衣。哇！下着も着てません。あとがねついちゃうんで、できるだけ下着は着ないようにしてます。啊，今天的两位 AV 男友，我都见面过，两位都好久不见，所以，今天有一点点紧张。さっきもちょろっとだけ挨拶したけど。お久しぶりだと思って。メイクが終わりました。どうですか？良い感じです。良い感じですか？可愛い。じゃあ深本さん、準備一下我穿的衣服。はい。なので我要换衣服一下。出ますか？え？出ます。いいんですか？そうそう。恥ずかしいな。え、なんで？なんでですか？なんでですか？はい。第一位是シャンディライ。あ、久々に聞いた。あ、じゃあよかったら挨拶お願いします。シャンディライ合ってる。合ってます。なんかもっと自信持ってください。自信ないよ。なんでですか？覚えたら4年前とかだ。あ、4年前に行ったことある。4年前なんかね行ってたんだよね、台湾。T 以外でも単体のイベントで。イベントで。なんか年に何回かやってて。那他有去过台湾，然后活动。これは今何のくだりを取ってる？あ、普通にメイク終わって、あと着替えますっていう話をしてたんですけど、ちょうど。あ、着替え、今から着替え。じゃあ、見てます。言わせてください。言わせてください。見てます。え、じゃあ着替えます。見ながら着替えてきます。で、あ、二人とも異常なし。はい。素晴らしい。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。着替えました。穿这样很适合吗？はい。今天的讲的。はい。なんでマスターそこぐらいまでですね。なんで向井さんはまだ入ってくる前になるので、最初はちょっとこのお仕事シーンですね。あ、やりやりコンビでもこのままどうせここで手番してんだろって思わせておいて、あとあとで実は2人とも好きでしたっていう感じで見せられたらと思って、ここで手番してんだろ。あ、手番じゃダメだ。はい、なんか引き続き演技頑張りたいと思います。お疲れ様です。おめでとうございます。今日は3人なんで、ふぐーってやっぱどう見本ですか？え、こっちが見本です。一応ピクラッとめくっていただいて、ネタで鏡が終わったら我们做完以后就要吃便当。はい、行ってきます。現場だと必ずこれが置いてあるんですよ。你们知道这个东西吗？就是你现在里面弄进去里面，然后就洗一下，洗うやつです。なんか洗顔料とかメイク落としとかあったり、そう歯磨きセットとか、あ、こういう髪の毛グワシとか、
あと館長とか使わないけどね。使わないけど、あのね、あのお尻の現場の人とかはこれ使うんじゃないかな感じですね。シルクラボというですね、女性向けの AV メーカーで、まあいろいろやってて、まあ今回も監督をやらせてます、マキノと申します。みやちゃんは、とにかくなんて言うんでしょう、ハツラツっぽい感じもあるんですけど、結構落ち着いてるというか、すごいなんかこう、お芝居のこうエースとかしてると、キャッ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 、こう可愛らしい感じで、楽しそうにしててくれるんですけど、まあ、いざ本番になってもバッチリ決めてくれて、いろんな センシティブな心の動きまで表現していただけて、いいっすね、かわいいっすそれが本当、女に生まれていなければ過ちを犯しそうな感じでございます。いいかと思います。最後まで好那我们去洗澡一下。好きます。美味しそう、全部ね。美味しそうですね。やったご飯跟经纪人一起吃饭。もう4時半って知ってました？全然分かんなかった。おいしい。おいしい。向井優君、33歳。男性です。男優です。印象は、顔好きなんですよね。顔綺麗だし。一回、なんかあの、この UV 作ってね、あの、前の事務所の時に結婚したから。なんかあの、いろいろ僕の方が段取り悪くて、なんか下着とか忘れたりとかして、で、結構またその子なんか、めっちゃ優しく、なんかニコニコ配らせてくれたなっていうのが、こう印象に残ってますね。まあ、広いなって。あ、でもあの、一緒にお芝居してて、すごい、あの、やりやすくて、なんか、お芝居ってなんかこう、伝えやすい人が上手っていうよりかは、なんか一緒にやってる人が、やりやすい人が上手なってすごい感じるんで、めっちゃうまいなって思いました。はい。いい甘いで、エビなんよ、シャオメイだよ。あ、コウメちゃんが来ました。はい。あ、紹介を、はい。ありがとうございます。あ、よかったら。シェイシェイ。ワーシュー、シャオメイ。OK? 台湾の方が見てるから、うん、いつもいっぱいなのでしていただいて、あ、じゃあよかったら一言だけ。エブリデイサンキュー。エブリデイ別のキャラだったっけ。喋れない。喋れない。あ、じゃあ日本語でいいね。ファンの皆さんいつも言うと台湾中国語だ。谢谢大家。嗯。谢谢大家。谢谢大家。支持我。支持我。谢谢大家。支持我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 。谢谢大家。支持我。支持我。はい、よろしくお願いします。言っときます。じゃあ、あとに、リピートアフターに。OK です。チンドーと、チンドーと、ジュジャオ。ジュジャオ。チンドーとジュジャオ。撮ってみたみたいな、かっちりこうカット割って撮るっていうか、ある程度ちょっとアドリブ入って全然 OK なので、ちょっと2人でこのキャラ、ちょっとキャラ設定入れてね、キャラ設定を守った上で、この、ね、初めてのテーブル旅行を2人に
楽しんでいただくというですね。はい。こちらのタオルを、タオル1枚で。嫌です。ごめんなさい。ちょっと、ちっちゃいですか？メンズはどうなの？ちっちゃいと面白い。いやー、面白いですね。こちらだけ巻いてる。こういう感じ。全然です。そうです。去年、はい、すごい。あ、いいよ。すごいじゃん、大丈夫。すごいですね。これからは。すいません。わーさっきはちょっと映せなかったので、この状態でお風呂に行きます。ちょっとサービスショットなんですけど、なんか怖い、怖い、ちょっと怖い。なんで怖いかも。ちょっと落ちちゃいそう。あ、やばい、落ちる。よいしょ。よいしょ。これだったら大丈夫です。うん。はい。大丈夫ですか？じゃあ、行きましょう。はい。行ってきます。かわいい浴衣。浴衣です。あと残り、たらみだけです。はい。最後行く。我们要拍做爱。然后就结束了。继续加油。頑張ります。あとでちょっと上でも写真撮るので、まあ、楽しんでいこうと思います。已经晚上了。どういうのがいいですかね？浴衣ですからね、どうやろう。あ、でもそれいいんじゃないですか、それ。ちょっと。あ、いいですね。OK、いきます。じゃ全身で。ワン、ツー、スリー。オッケー、もう一枚。ちょっとアップで。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。どういう、もう見よう。ゾウ、アイ、ゾウ、アイ、ゾウ、アイ、ゾウ、アイ。いけそう？いけそう？難しいんだけど、どうやってやってんだろう。え、待って。あ、でも、袋に近く来て、こう来て、こう。こう来て、こう来て、こう来て。男優のコメントと申します。いつも見ていただいている方はありがとうございます。皆さんの印象は、最初にお会いした時が、いつの前の名前の時だったんですけど、その時正直、めっちゃ静かだったんですよ。いろんな人がいたので、3対1とかの乱行ゲームだったんですけど、結構静かで、喋りにくいな、怖いな、みたいな感じだったんですけど、実際喋ってみると、すごい、男優と女優ってある程度距離はないんだろうなんですけど、ほんとそれのちょうどの距離感をちょっと保ってくださってて、すごい親しみやすいな。女優さんとしてすごい魅力あって、仕事もやりやすくて、ほんとにいい人だなって思いました。お疲れ様です。無事。全部終わりました。絡みが増えて終わりました。もうカンカン、ゾウアイだ。今天的拍夜片就结束了哦。辛苦了。然后我要去洗澡一下。じゃあ、お風呂に入りたいと思います。行きます。お疲れ様でした。ということで。你们很喜欢看这个影片的话，一定要按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。那下次见喽，拜拜。